皆さんこんにちは、まさるちゃんです。今日はですね、バッファローの、Wi-Fi を購入しました。 Wi-Fi ルーターですね。はい、あまりよく見なかったんですが、価格重視で購入しました。はい、こちらですね、地元の PC ショップで4800円ぐらいで販売してます。はい、家にある今持ってるですね、ポケット Wi-Fi を家では、このルーターを介してですね、5ギガと2.4ギガを同時に使えるようにしたいということで購入してます。ただ私もよく見てなかったんですが、ギガ対応ということだったんですね。でも、有線の LAN ポートは100メガと10メガなんですね。はい、ここちょっと私失敗してしまいました。有線は今使ってないので、全て無線で今家の中はやってるので、それはいいかなと思います。で、こういう感じですね。内蔵 ×2× アンテナとパワーアンプで、電波をよく飛ばしますっていうことだったんですね。はい、5GHz と 2.4GHz ね、両方使えるようです。で、端末も9台までということで、はい、これにして購入しました。Amazon でですね、評価を見てみるとかなり酷評されている部分もあるのですが、圧倒的に良かったという方が、コメントが多かったですね。はい、では開けていきたいと思います。ここに保証書がありますね。これは購入した時のレシートが必要ですので、レシートと一緒に保管しておきましょう。はい、では開けてみました。はい、まずこれは簡単設定ツールかなのようですね。セットアップガイドの4次元バーコードもついてますね。はい、いろいろ案内があるようです。で、AC アダプターですね。で、LAN ケーブルですね。そして、これが、ルーターの本体ですね。はい、こういう感じですね。立てる台はもともと標準でついてるんですね。壁掛けができないのかな。こういう感じですね。で、AC アダプターですね。見えますか。はい、AC アダプターはですね、AC アダプターは 12V 1A の AC アダプターがついてました。で、取説ですね。はい、お、これはダメだですね。セットアップカードですね。で、これがバッファローの訪問設定サービスですね、の案内のものです。で、これがこれ設定ガイドですね。
で、これが使用詳細ですね。で、初期設定ガイド。はい、私大体取説読まないんですね。はい、本当に設定ができなかったら取説読むという感じ で、まあ、今までバッファローの製品いろいろと設定してきたのですが、まあほとんどですね取説読まなくても設定できるんですね。なので、これは箱に戻しておきます。袋も取っておきます。これもですね。で、はい、レシートも入れておきます。もしもの時のねためにレシートもね。はい、以上ですね。開封式となります。